おっす、こんにちは。今日はね、ちょっと薬の副作用で髪の毛がめっちゃ薄くなってて、そのことをね、報告しようと思います。俺って、その今、潰瘍性大腸炎っていう、病気を患っていて、どんな病気かっていうと、1日に、10回ぐらい、10回とか20回とか、トイレに行きたくなるっていう病気なんですよね。ずっと下痢が続いてるみたいな病気なんですよ。ただ、この病気って、薬で抑えることができて、薬をずっと飲み続けてると、その症状が出ないっていう、状態にすることができるんですよね。で、僕って結構、たくさんの種類の薬を飲んでて、毎日3種類薬飲んでるんですよね。このペンタサっていう薬と、あと、なんだっけ、ジセレカっていう薬と、あと、アザニンっていう薬、この3種類を、毎日飲んでるんですよね。かれこれ5年ぐらいずっと、薬は飲んでるんですけど、毎日。で、ごめん、長くなっちゃったんだけど、それで、症状は抑えられるんですよね。ただ、たまに悪くなるっていう時があるんですよ、薬飲んでても。で、そういう時っていうのは薬を変えるんですけど、新しく飲み始めた薬で、このアザニンっていう薬があるんですよ。で、これの副作用でもしかしたらちょっと髪が抜けてるっぽいなって思って、何で気づいたのかっていうと、その髪型僕こう分けてるじゃないですか。なんか昔と比べて、そのここの分け目の入り具合が深いなっていうのだったり、あとは動画撮ってて、そのここの分け目のところが広いなっていう風になってて、で、ちょっと鏡見てみたら、なんかね、結構薄くなってんなって思って。で、急にね、僕の家系って、ハゲてる人っていないから、なんで急にハゲ始めたんだろうなと思ったら、そういえば新しく薬を変えたなと思って、この薬、アザニンっていう薬なんですけど、これって副作用で、脱毛することがあるんですよね。で、ただ脱毛の可能性ってかなり少なくて、かなり少ないんですよ。でも脱毛する人はするっていう人なんですよね。で、昔僕この薬、その 3,4 年前飲んでたんですよね。で、その 3,4 年前飲んでた時っていうのは全然髪の毛とか抜けなかったんですけど、なんか最近飲み始めたらちょっと薄くなってんなと思って、で、今度病院に行って、先生に、なんか抜けてるんですけど抜けてますみたいな感じでちょっと相談して来ようかなっていう報告でございました。別にこれ飲んだから必ず抜けるとか、絶対そういうことじゃないんだけど、もしかしたらその可能性があるっていうレベル感の話ね。そうだから、なんかさ、その俺って結構髪バッて多いんですけど、なんかこの前髪だけすごい薄くなってきちゃって、でね、もしかしたらその薬の影響もあるかもしれないんで、ちょっとね、休みの日に病院行って、先生に聞いてこようかなと思います。という感じで、今日はこんな感じの動画になっちゃったんですけど、ね、せっかくだから、じゃあ潰瘍性大腸炎のね、啓発もね、していこうかなって思いました。普通に薬飲んで、落ち着いてる時は、基本的に何食べても、お酒とかすごく辛いものっていうのはダメだけど、普通の人たちと同じような食事はできるんでね、そんなに気にしてはないんですけどね。ちょっとそんな感じのことがあったんで、一旦報告でございました。ということで、今日はこんな感じにします。バイバイ。